どうも皆さんこんにちは。ズボンの右足だけボロボロ男です。めくるとチェーンオイル、さらにめくるとガリ傷が出てきます。それでもジャンプしたい、まともに飛べるようになりたいのでダートジャンプコースに来ております。この走っているラインが中級。最初のジャンプでジャンプ台のバックサイドまで届かないのが現状です。これを飛び切ることを目標にしています。手前の細いコースが初級、なんとなく飛んでいます。この前ご一緒した小学生が中級をひょいひょい飛んでて悔しかったので、こっそり練習して見返してやるつもりです。アプローチはこんな感じになっています。こう見るとジャンプ前のプッシュ、しゃがんで溜める動きが全然できてない。それができたら中級に行っていいのかなと思います。まあまあたまには行くんですけど。これは上級コース、はい、おとなしく初級に帰ります。着地でたまにチェーンが外れる。足をぐねったので帰ります。安全第一、ハードラックとダンスっちまう前に帰りましょう。ご視聴ありがとうございました。